き。さっき数枚書いた。あとこんだけ。さっきの場所に空いてなかったから違う場所来た。でもじゃないわ。とりあえず空いてたけど、多分1時間もできないかな。55分に乗ったらランキングもかな。16時全部で何枚わかんない。数えてみないと。でちょっと数えるのめんどくさい。終わりそうです。それは何よりです。1時間で終わるよね。終わるよね。だってさっき1時間ぐらいだったよね、配信したの。それでだいぶかけたから多分。さっきも配信してた、さっきも配信してたけど終わんなかったから。レッスンしてまた配信してる。レッスンだったんだよね、間ね。だから続けてはできなかった
取れないこれって間違いない。え、意外と大丈夫。時々間違いそうになるけど。でも間違ってない。一枚も。大丈夫。何かその文章とかさ書くのって難しいよね。なんか喋ってることとさ書いてること違うとさなんかごちゃごちゃになる。頭がなんかね会話しながら書くの難しい。脳トレ確かに確かに頭で考えてるのに違う。書くことと喋ること別って。いやまだ全部同じこと書いてるからさもうなんか慣れてきたから大丈夫。今書き始めて最初の方とかだったらあれかなって慣れてきた。5時5分になったら教えて。16時、そこで一旦終わるかな多分ね。ここが1時間ぐらいしか使えないから場所が。5時5分になったらメンティングが終わるんでそれまでにこれを終わらせます。使うこともあるけど、でもこれは太い方で書くと文字潰れちゃうから、これは使う。細い。ちゃんと着替えてますか？毎日黒着てるから。ちゃんと見たらわかるよ。違うやつ着てるって。色しか見てないじゃん。そうらしい。かわいいこの T シャツ。昨日はハーモニー着てた。
ちょるい。これさ、ここなんていうの、この部屋にさ、エアコンの調節するさ、ボタンなんていうのがないからさ、どのぐらい効いてるかわかんないけど、でも全然熱くない。多分まとめてあるんだよね、この場所に。この部屋のやつは多分エアコン効いてるけど、効いてないことはなさそう。リスナーでスマホ充電してた。今も充電してる。終わんなかったから。自分へのご褒美？ご褒美？何にしようかな。なんかスイーツ買って帰ろうかな。コンビニとか。なんか食べようかな、甘いもの。決めてないけど。そう、サイン書いてるのは、その撮影時間、コンサートで配られるやつ。くれた方みんなに配られるやつ、ランダムで。クロミツキナコいいね。あるのかな、なんかある、今そういうさ、クロミツキナコなんかいつもある期間限定とかじゃなくて、あんまなくない、クロミツキナコって。あんのかな、アイスもありだね。
ゲンダハーゲンダッツにあんの？子供好きな子。あのハーゲンダッツに何の味があるか知らない。めっちゃうどんのやつしか。なんか言われてみればありそうな気もするけど。もうちょい書けば半分かな。これのなんと残りのやつは半分。終わりが見えてきた。何がセブン限定？アイス？何のアイスだ？セブンのさ、アイスじゃないけどなんかフローズンバナナチョコみたいなあるじゃん。バナナが、レッドのバナナがチョコでコーティングされてるやつ。あれ美味しそう。気になってる。セブン行くたびに気になるんだけど、まだ買ったことなかった。あ、そうなんだ。きなこわらび餅、美味しそう。アイスまんじゅうがいいね。アイスまんじゅう好き。中にあんこが入ってるアイス、美味しいよね。あんまないけど、中にあんこ入ってるやつ。理由はないけど、セブン推しだ。バナナのやつ食べたい。そのレッドのチョコかかってるやつ、美味しそう。みんなどこが好きなの？コンビニ。私はプリンパフェがあるからミニストップ。それだけ理由。他のコンビニないからね、プリンパフェ。プリンパフェ食べたいな。でもミニストップあんまないんだよね、お店が。それがあれだけど、セブンが好き。大体好き。でもそのミニストップ以外はね、私、どこでもいい。あんまない。好きなコンビニ、近くのコンビニで全然いい。
ーヒーはローソン、コーヒーはローソンが美味しいんだ。コーヒー飲めないけど。そうなんだ。コーヒー飲めないんだよね。カフェラテじゃないと。カフェラテがいい。コーヒー単体はちょっと苦い。牛乳入れないと。来たな、あった。プリンパフェが食べたい。どこあるかな。あんまないから探さないと。今売ってるよね、プリンパフェ。16時55分になったら決めます。もしかしてあんま時間ないかな。今35分、あと20分か。いや、きっと終わりそうじゃない？見て、あとこんだけ。半分ぐらい、多分超えた。もう35分か、早い。絶対に眠らせたい、配信内で。終わりそう。コーヒーゼリーもあんま好きじゃないね。ちょっと待って、音がずれ、よいしょ。暇ですか？ちょっと今のサインが書くので忙しいです。あと本だけ書かないと。メッセージがちょっと忙しい。暇じゃないかもしれない。今日中に全部書きたいから。今日中っていうか、もう今この配信で全部書いてしまいたいから、ちょっと忙しいかも。
お腹空いてきた。プリンパフェ食べたくなった。ミニストップが外出てすぐにあったらいいんだけど、ないからな。電車とか乗っていくような場所にミニストップがあったら行かない。それはちょっとめんどくさい。ミニストップあんまないんだよな。好きなんだけど、プリンパフェが。いや、プリンパフェ以外もなんかさ、スイーツ美味しいものいっぱいあるし、店内調理のやつ、あとなんかホットスナック、チキン系とかもいっぱいあるじゃん。なんかミニストップ好きなんだけど、でもあんまないのよ。店舗が。え、40分？あと15分？え、やばいかも。急ぎます。いけるでしょうって思ってた。意外と時間が足りないかもしれない。教授じゃなくても、いや違うのよ、私が終わらせたいのよ今。15分ぐらいでしょ。頑張ればいける。頑張れば。さっきはちょっとのんびり書いてた、ゆっくりめに。ママが急いで書いてるもん。今日はやり道できる？どういうこと？
居酒屋でも行きます行かない。ユニストップに行きたい、私は。近くにあればでもない気がする。ユニストップってね、だいたい行きたい時近くにないのよいつもそう。プリンパフェのたっぷりの方がいい。ちょっと大きいやつ。間違えた、みたい。45分、あと10分嘘でしょ本当に。ここ出なきゃいけないよね。1時間ぐらいで人が来ちゃうんで。それまでに終わらせなきゃいけない。さえ間に合いそう。提出までには余裕で間に合う。あの期限余裕、全然余裕だけど、私がただただ今日終わらせたいだけ。持って帰るとなったら意外と重いから、量があるから、今日終わらせちゃいたいの。お腹すいた。プリンポケが食べたい。あとほんとちょっと、多分10枚もない、10枚ぐらいかな、多分そんぐらい。でも時間もあとちょっとなんだよね。
回だよ。終わるじゃん。今50分お前に読むんじゃない普通に。55分だもんね、ランキング。面白いわ、よかった。さっき35分とかの時すごい焦ったけど残りの枚数見て意外と進んでなくて残ってて、あと2枚です。できたー、終わりー、かけたー全部かけました。終わったこれ書いたやつ、よし、ロゴをつけとく。終わったよ。達成感あるね。見つかしてないよ、大丈夫。
これで今日帰ることができます。別に書き終わんなかったら帰っちゃダメなわけじゃないんだけど、書き終わってからね、帰りたかったから。終わった無事に。チェロ終わったら提出してくる。帰りません。そう、自分で勝手にやってた。これ終わったら帰るって思ってたから。終わった、帰ります。別に帰っちゃダメとか言われてないけど、自分で勝手にね。結構重いからさ、量結構あったじゃん。ほら結構あるじゃん。だからママの重さでさ、持って帰りたくなかったんだね今日は。ご飯持って帰ったけど、大変だから、重いからさ、意外とそう、持って帰って汚してもあれだからね。あ、もう50分じゃ、ランキング読むか。無事に終わったんだよ、最後。10歳から読みます。10歳、バトニーさん、ありがとうございます。12位、まぼろしさん、ありがとうございます。11位、本子のアルマットマーク、きょうかおいさん、ありがとうございます。10位、くんももさん、ありがとうございます。9位、ふじやんさん、ありがとうございます。8位、クワンクワンさん、ありがとうございます。7位、なんて読むのこれって読み方がわかんないよ。これ7位の方、なんて読むのが正解ですか。ちょっと誰か教えて、わかる方。これなんて読めばいいんだ。7位、ね、わかんない、なんて難しい、特に意味ない。これ 3NHUYNH3 これでいいのかな。ありがとうございます。読み方あったら教えて、もう一回読むんで。6位、ゆうじゃとまく、きょうかあたんも大好きです、ありがとうございます。5位、むむさん、ありがとうございます。4位、天然ガラスさん、ありがとうございます。3位、プチーニさん、ありがとうございます。2位、大野たかふみさん、ありがとうございます。そして1位は筋肉愛好家さん、ありがとうございます。ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。無事に書き終わったから、これを今から提出していきます。サインの紙全部書き終わった。終わった、達成感すごいわ。そう、ミニストップちょっと探してくる、あのモップで、地図で調べる。プリンパイ食べたくなっちゃった。プリンパイ、あ、明日の配信は明日もお昼か夕方ぐらい、どっちかでやろうかなと思ってます。お昼か夕方で、明日もしようかな。そろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました、バイバイ、また明日の配信で、またね、バイバイ、ありがとうございました、バイバイ。